今回はデザインカッツから2020年11月に入手したバンドル品からコラ、コラティンスクリプトっていうのかなえこのフォントについて説明をします。フォントなので OTF とか TTF が支給されてて、こういう文字のデザインを作成することができます。これがサンプル画像です。で、ここに えーまあ、キャラクターズの説明がありますね。LL とか OO とか SS とか TT とかね。ですね。で、いつものようにチャートで説明します。まず、このように2つのフォントがまずあります。で、いつものようにアフィニティデザイナーでフォームを作ります。8000×8000 ピクセル。 大文字の A から Z、小文字の A から Z、あと数字の0から9、あとシフトキーを押した時の特殊文字で、こういうフォームを作って、まあもちろん、えー、フォントも選択をして、あとタイプグラフィーで変化があるかないかですね。で、あと、このサンプル画像でもありました、この LL とか O とか SS も今回作ってみました。で、えー、レイヤー、 から、convert to c u カーブ処理、カーブズ処理をして、エクスポートで SVG ファイルを作ります。で、それを、このようにやるんですけれども、実は、これ、エラーになったんですね。で、 その部分がちょっとここには網羅されてない反映されてないんですけれども同時に JPEG ファイルも作ってるんですよねで JPEG ファイルで PHP コーディング j p e g to s v g っていうことを経、えー、て OK にしてますでこのラテン文字も同じでこのまんま SVG ファイルを作って処理してもエラーが多かったんで、えー、JPEG ファイルを作って えー、PHP のコーディングによって JPEG から SVG ファイルを作ってこのように OK の状態を作りました。で今回そういう経過を経てるんでちょっとチャートにはその部分が反映されてなかったんですけれどもこのピンクのところですねこれが実際に PHP で処理した状態でこういうふうに 1.svg 1. とか、まあ、適当なファイル名で生成してるんですけれども要は NG があったからつまり不完全な部分が多かったんでもう JPEG ファイルで処理をしたということですでこちらがブレンダーの状態で、まあ、OK の状態ですけれどもこういうふうに、まあ、JPEG からの処理で フォントで NG になることってほとんどないんですけれども、まあ穴がいっぱい開いてるとかね、複雑な形にしてるとか、そういうのではない限りは基本 OK になります。で、もう一つ、こっちのラ,ラテン文字ですね。こういうふうに変換されてない部分もありますけど、まあ今回のフォントを使うとこういう 漢字感じのラテン文字ができて、まあ厚みがついてるんで、ブレンダーでこうやって 3D にすることもできました。ということで、このチャートでちょっとその部分の経過が書いてなかったんですけれども、まあ、そのまんま SVG ファイルを作って、アフィニティデザイナーで SVG ファイルを作って、ブレンダーで処理すると、まず NG になりますので、だから この動画を見て、えー、それはちょっとやめてですね、もう JPEG ファイルを作って、SVG ファイルを作って、その後ブレンダーで処理した方がいいですね。えー、これは追加の動画ですけれども、えー、チャートにもちょっと含めてなかった、この NG になった状態ですね。これは普通に え、フォームを作ったとき、そのまんま SVG ファイルを作って、で、ブレンダーで処理すると、もうこの黒い部分がもうやたら多くて、この辺全部、もうほとんど全部エラーになってますよね。それでもうこれはノードベースで、え、修正するのはちょっと時間かかりすぎるということで、JPEG 処理に変えたんですね。 でもう一つこちらですねラテン文字こちらの方いっぱいありますねエラーがそうこちらも,もうほとんどエラーだったので、えー、JPEG として JPEG から SVG ファイルを作って処理をするという方法に変えました、えー 多分、ノードが重なってるとか、クロスしてるとか、そういう問題だと思うんですけどね。もうこういうところって同じ文字だから、同じ箇所、同じ場所で、えー、選ってますよね。だから一箇所変えれば、他も同じだと思うんですけれども、えー、要は、あくまでもブレンダーで 3D にする時の、まあ SVG のデータの前提、 が、えー、その 2D でこういうフォー、えー、フォントのフォームというか、こういうデザインをするときに、まあ考慮してないというか、考慮しなくてもフォントはできてしまうので、えー、で、私の方で、まあ、2D から 3D にするにはどうしたらいいかということで、まああえてこれまで集めたいろいろなコンテンツ、まあ主にデザインカッツのものですけれども、 で、それで、まあ、試しにブレンダーを利用して 3D にするにはどうしたらいいかということをやってるので。ということで、今回このようにエラーが多かったので、えー、JPEG による SVG、えー、生成を行いました、えー。このエラーに関しての説明は以上です。 ということで、今回の説明は以上になります。